壁を探す。そうね、後ろに人が映り込まない方がなんか、うん、ここにしません。殺伐としてるね。やばい。伊藤の部屋、その後、はい、来てくれてありがとうございます。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 ちょっとね、答えきれなかった質問に、はい、ちょっとずつ答えていこうかなと思います。はい。質問、今度は川田昌司さんのライブの方にゲスト出演の予定はありますか、ということで、はい、いただきました。もうあります。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 そのうちちょっと告知をさせていただければ、はい、楽しみに待っていてください。そう遠くない未来に、はい、そう遠くない、そう遠くない未来に、はい、ありますので、ありますので、はい、お楽しみに。次は私が川田の部屋に、川田の部屋に遊びに行きます。水道橋か後楽園の差ですけど、近い、近所庭ぐらいの感じですね。めっちゃ近いです、はい、はい。チェロを弾く昌司くんをぜひ拝見したいのですが、私の夢は叶いそうですか、そういう質問を。叶うかな、に行くと叶わない。叶わない。チェロ弾いてたんですね。そう、小学校、中学校やったんだけど、もう引っ越した時にもう行っちゃったから。あ、じゃあもう楽器がないのか。そう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 。またね、うちらがほら、鍵盤も弾くみたいにね、パッと変えたらいいんだけど、うん、チェロってね、お金も高いし、ね、置く場所もだし、で、弾かないとどんどん傷んでいくし。確かに。どう、いつか、なんかあれば。好きな食べ物、ベスト8。適当に8って言ったらそんなにないんだけど。じゃあ、トップ5、ベスト5ですね。ベスト5。麻婆豆腐、チョコ、レアチーズケーキ、グミ。あれ？あと1個なんだろう。あと好きなもの。あと好きなものなんだろうな。あ、もう飲み物でいいんだ。ビール。おー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 、はい、めっちゃケミカル。が全て私を使って、なんか作り上げて。作り上げてる。はい、川田昌司の8割は、はい、今のですね。しおちゃんは？私はね、納豆でできてます。おお。めっちゃ納豆好き。あ、僕も納豆好きですよ。おお。一応健康的なものも好きなんですね。そう、納豆好きです。納豆好きです。まあ、あれ納豆はあれですか？ご飯につけるやつ、もう納豆。かけちゃう。かけるのが嫌いで、嫌いになっちゃって、どうとれだったら、それだけ食べたら、うめえじゃんこれ。そんなことあるのか。だってなんか、お茶碗ネッパネッパになるじゃないか。なる。もうあれが苦手。あれがダメなんだ、そっか。私、カレーライス、カレーのルーをご飯にかけるのめっちゃ嫌いでした。うん、あ、僕、あのルーだけの人です。あ、めっちゃ似てる。あの実家のカレーライスのルーだけ全部飲み干したことあります。塩分過多。ぶち殺されました、俺。やばい。ごくごく。ルーを飲んでる時間が幸せみたいな。待って、カレーってそんなごくごく言いましたっけ？飲む。スープ的な。そうそう、お母さんが作ったこのカレーの鍋 の, あの具を全部こうガッと溶かして、ルーだけをこう綺麗にこう抽出する。あ、具は食べないんだ。そう、具はめんどくさい。噛むのがめんどくさいから。噛むのがめんどくさい。どういうこと？大量 の, その油と塩分をこう流し込む。川田昌司、やばい人っていうのが、はい、あの定着したところで、はい、あの終わりたいと思います。はい。はい。